行くぞ。うおーた覚悟来い。僕の番か。エニグマクルー、うん、任せておけ。僕の番か。よし、スパイ覚悟せい。はっ、僕の番か。せっちょ、はっ、いい夢は見られたかい。よし、スパイ行くよ。覚悟やん、うん、任せておけ。それ制圧完了、次に行こうか。えいっ、シュシュ行くぞ。えはその程度じゃ俺たちは止められない。やっと。えいっ、任せてくれ。はい、せい。よかろう。はっ、アディオス、いい夢を。エニグマ、俺の番だな。セイ、はい、セイ。うん、任せておけ。それアディオス、いい夢を。始めましょう。任せてくれ。やっ、行くよ。覚悟来い。よかろう。はっ、僕の番か。せっちょ、俺の番だ。覚悟やっ。さあ次に行きましょう。さあ、始めるとしようか。任せてくれ。覚悟来い。さてと。うん、任せておけ。行くよ。エニグマクルー、俺の番だな。うおーた、よかろう。覚悟やっ。それ僕の番か。アディオス、いい夢を。
やれやれ。私の番ですね。やお任せを。せい。イリアさん、私に力を。俺の番だな。やっほ。はい。やっ。よかろう。行け。はい。行くぞ。やっ。よし、もう大丈夫だ。やっ。任せてくれ。行くぞ。うおー。私の番ですね。はっ。行くよ。よかろう。はっ。行くよ。そこだ。はっ。行くぞ。よかろう。私の番ですね。行くよ。エニグマ駆動。これが俺たちの力だ。えい。じゃ。さあ、始めるとしようか。やっ。行くよ。そこだ。覚悟。せい。よかろう。はっ。僕の番か、エニグマクロー。俺の番だな。やっほ。私の番です。せい。それ。アディオス。いい夢を。さてと、エニグマ駆動。行くぞ。やっ。はい、はっ。それ。やれやれ、時間の無駄だったな。やっ、はっ。成功。えい。かかってこい。えっ。僕の番か、エニグマクリーン。はっ。よかろう。はっ。やれやれ、時間の無駄だったな。終わらせます。そこだ。そこだ。やれやれ、エニグマ駆動。俺の番だな。やっ。私の番ですね。任せておけ。大丈夫。えい。ありがとうございます。礼を言う。そこで。はっ。アディオス。いい夢を。
さてと。よし。私の番ですね。やっ。任せておけ。それ。制圧完了。次に行こうか。全力で行かせてもらうぞ。俺の番だな。よし。えっと、私の番ですね。くだ。行くよ。エニグマ。よかろう。それ。そこだ。まだまだいける。さてと、山道方面にいるレジスタンス勢力だけど、まずはマインツを目指した方がいいのかな。そうだな。マインツの様子も気になるところだし。ただなるほど、確かにそちらも気になるね。結社の13工房の一つ、ローゼンベルク工房ですか。確か以前、機会があったら話を聞かせてくれるかもしれないとのことでしたね。そうなんですか。実は前に潜入しようと試みたことがあったんですが、地下の構造がものすごく複雑で諦めるしかなくって。そうだったのか。ふん、ヨルグか。しばらく顔を合わせていないが、相変わらず壮健そうだな。え、ツワイトもあのおじいさんと面識があるんですか。うん、互いの事情もある程度は知っている間柄だ。蛇の一員ではあるが、呆れるくらい昔かたぎな職人でな。信用できる人物であるのは間違いないだろう。そうか。結社方面の情報も知りたいし、訪ねてみる価値はありそうだね。マインツに向かう前に寄ってみましょうか。なあ、そうしよう。かかってきなよ。さてと、えい。これもみんなの勝利ですね。
やっと、ついはっ、えい、にゃっ、ついにゃっ。制圧完了。次に行こうか。さてと、留守にしてないといいんだが。この状況ですし、他の場所には出かけていないと思いますが。出かけてはおらぬ。わあ、錬成か。そろそろ来る頃だろうと思っていたぞ。案内役の人形さ。入ってくるがいい。言うまでもないが、その子からはぐれたら身の保証はできんぞ。相変わらずだな。とりあえず話が早くて助かった。お邪魔させてもらおう。ですね。珍しい客人もあったものだ。久しいな、新郎よ。そうだな、人の子よ。さすがのお主も随分と老けたようだ。相変わらず蛇どもに関わっているようだが。しがらみというのは俗世でなくともつきまとうもの。お主を縛っていた迷惑とて同じようなものであろう。違いない。なんだかとんでもなく遠い話をしているような。ああ、同じ世界の会話とは思えないな。しかし聖杯のドミニオンにここに侵入しようとしていた東方人外の魔人か。なかなか個性的な顔ぶれが集まっているではないか。確かに。その説は失礼しました。ヨルグマイスター、お話しした通り、俺たちは今、この状況を何とかするために動いている最中です。特に、結社の動きについて、何かご存知ではないでしょうか。すでに知っているかもしれんが、結社は今回、黒井助の目的に協力しているだけの立場に過ぎ、結社の計画、減塩計画は、すでに次の舞台へ移行しているようだ。すなわちエレボニア帝国にな。実際他の首都やレギオンがそちらの方で動き始めていてね。僕らがクロスベルにそこまで戦力を割けないのもそのあたりが理由だったりするのさ。そうだったのか。大陸全土でいろいろなことが起こりすぎているみたいですね。だが非常に厄介な3名がまだクロスベルに残っている。それも結社の中でも指折りの実力者たちだ。道化師、カンパネルラ、そして使徒と呼ばれるノバルチスという博士とアリアンロードという女性ですね。あの女性は一体何者ですか。あの動きと反応、とても人の技とは思えません。わしも詳しくは知らぬ。ただ凄まじい葬儀を使い、仁義にも熱い人物として結社では知られている。付き従う戦乙女たちは皆彼女がいずこからか見出した上で稽古をつけているらしくてな。一人一人がレギオンに迫るほどの実力を持つらしい。あのレンさんと同じくらい。まあレギオンの能力は戦闘だけじゃないみたいだけど、それにしても計6人も
厄介な相手が協力してるわけか。でも協力しているだけということは、場合によったらクロスベルの今後の状況には深入りしない可能性が。うん、そうかもしれんな。もっともノバルティスの若造は司法の力を受けた人形どもに興味津々なようだ。いずれにせよわしの情報では彼らの今後の予定は分からぬ。そうですか。なかなか一筋縄ではいかなさそうですね。ところで先ほどから少し気になっているんですが、パテルマテルを修理している最中なんですか？うわあ！しゃべった。まあちょっとしたメンテナンスのようなものだ。ノバルティスの若造はこの機体に随分執心していた。今は新しい人形に夢中なようだから心配ないとは思うが、もし奪いに来たら逃がせるよう備えだけはしておこうと思ってな。なるほど。いざという時は殲滅天使がいるリベールまで行かせるわけか。しかし聞いてる限りだと、あの博士と随分仲が悪そうだね。否定はせん。もともとこのゴルディアス級はわしの全てをかけて開発したものだ。それを途中で奪い去り、非道な接続試験までした挙句に蓮のような幼子にあてがったこと。なんとか接続が成功したとはいえ、その試み自体は許されざる所業だ。確かに教団のした実験と大差ないかもしれません。おまけに司法なしでは満足に稼働することもできぬ後継機どもを勝手に開発して、それをゴルディアス級の最終形などと臆面もなく言う厚かましさ。この場にいたらあの細首を締め上げてくれるところだ。そうですか。まあ落ち着け。相変わらず作品のことになると冷静ではいられないようだな。まあそれはともかく、いかに高顔無知とはいえ応用強化する技術にかけては天才的な頭脳を持つのは確かだ。わしが開発した人形兵器もあやつに改造強化された上で量産されていると聞いている。噂ではそれらの機体が塔や総員などにも配備されているらしいぞ。そうなんですか。それは初耳だな。しかしそれらの場所に配備されているということは、やはり例の大金を守っているのでしょうか。その可能性は高いだろう。あのアーティファクトらしき大金についてはわしも個人的に調べていてな、何か分かったらお前たちにも教えてやってもよい。本当ですか。へえ、さすがに気前が良すぎない。こたびの顛末についてはわしも少々頭にきているからな。ノバルティスの若造もそうだが、わしが協力していたアルカンシェルをむちゃくちゃにされたこともある。そういえば舞台装置やオートマタも全て破壊されたみたいですね。うん、全て作り直しだろう。その意味で赤い星座とやらも、それを雇った黒い助の当主も個人的には許しがたい。娘の方はわしの人形の熱心なコレクターのようだが、それとこれとは話は別だからな。なるほどね。わかりました。正直とても助かります。大金について何かわかったらぜひご連絡をいただけると。話を聞ければラッキーくらいに思っていましたが、協力までしてくれたのは予想外でしたね。ああ、結社とは言ってもいろいろあるみたいだな。まあ、だからこそ実態がつかめていない組織なんだけどね。でもあの老人に関しては信用しても問題なさそうだ。そうですね。理由もあるみたいですし、ヨルグなればいずれ有益な情報をもたらすだろう。まあ過度な期待はせずに連絡を待っているがいい。なあ、そうするよ。さてと、そろそろ鉱山町に向かうか。レジスタンス勢力の動向も探っておきたいしな。
了解しました。それじゃあ行こうか。制圧完了。次に行こうか。この気配は軍用魔獣来ます。何？こいつら来る。行きます。どこだ。はい、AO システム開放します。移送空間にアクセス。絶対勝利と個別展開。ゼロゼロフィールド。甘いね。俺の番だね。よし、全力全開行くぞ。ああ承知しました。うおーた。僕の番か。俺の番だな。うわあ！た！やれやれ。エニグマクドン。私の番ですね。ふざけつれ！チャンスです。皆さん、お願いします。ああ。承知しました。行くぞ。俺の番だな。甘いね。俺の番だな。これで決める。やれやれ。私の番ですね。やっ！覚悟。我が
去りゆく者への手向け。眠れ、白金の光に乱され。戦闘終了。気を引き締めないと。何？トンネル道の方に逃げた。ひょっとしてマインツ方面で動きがあったのかもしれません。赤い星座が本格的にレジスタンス狩りを始めたとか。あっ、ありそうだね。となると今のは部隊の後方を警戒する哨戒任務中だったのかな。その可能性は高いかと。何らかの意図を持って撤退していったみたいですし。マインツ方面に急ごう。グズグズしていたらレジスタンスたちが危ない。うん、行くとしようか。やっ、あっ、これはどうやら照明が消されてしまってるみたいだけど。これは、うん、えロイドさん、ロイドさん、大丈夫だ。すまない、助かったよリーシャ。いえ、間に合ってよかったです。やれやれだね。しかし今のは地雷かい？接触式の動力地雷のようです。爆発力が弱かったので対人用だとは思いますが。どうやらトンネル道全体にばらまかれているようだな。こんなもの一般道に仕掛けるなんて、レジスタンスの退路を断つのが目的ってところか。その可能性は高そうです。本腰を入れて相当するつもりではないかと。時間がない、このまま通り抜けよう。足元に気をつけて慎重かつ迅速に進むぞ。了解です。やれやれ、面倒をかけてくれるね。戦闘の音。北西約10セルジュ。おそらく山道からも外れた山岳地での戦闘かと。山岳地か。僕らの足じゃ簡単にはたどり着けないかもしれないね。いえ、とにかく行ってみましょう。いざとなったら我らが崖を飛び越えて介入しよう。わかった、
必要そうだったら頼む。なんだこれは。戦域を封鎖するための有刺鉄線ってところか。戦闘はこの上の方で行われているみたいです。仕方ない、回り込める場所を探そう。ライドさん、狙撃か。あそこです。さすがはイン、よくぞ気づいたものだ。待ち伏せしていたのか。トンネル道で動きがあったのは察知できたからな。しかし怪幻下のクロスベルにこうもあちこち出没するとは。やはりそちらの騎士殿のメルカバを使っているのか。へえ、僕の身分も特定したのか。大方レジスタンスと手を組みにでも来たのだろうが、一足遅かったな。すでに掃討作戦は始まっている。多少手こずってはいるが、ほどなく制圧は完了するだろう。悪いが、そこで指をくわえて眺めていてもらおうか。そうはいくか。ここは私とサイトさんで突破を。そうはさせん。囲まれたか。ちょっとまずいね。ロイド・バニングス、そしてその一頭赤い星座が連隊長、戦撃のガレスが相手だ。みんな迎撃態勢だ。崖上からの狙撃に注意してください。手強いぞ、気をつけろ。了解です。甘いね。そこです。俺の番だな。よし。えいっ、そこだ。行くよ。エニグマクローン。さてと。エニグマクローン。やあ。それ。
甘いね。甘いね。甘いね。よし。うわた。さてと。それ。助かりました。どこだ。はい。エニグマ駆動。甘いね。甘いね。お任せよ。来い。行くよ。我が深淵にてきらめく青金の刻印よ、大いなるカイナとなれて我が右手に集え。おお。泣け泣け。アカシックスバーン。よし。よし。うおーた。行きます。行きます。AO システム解放します。移送空間にアクセス。絶対衝撃を個別展開。ゼロゼロフィールド。行くぞ。行くぞ。これで決める。どうぞ。はっと。いや。ライジングサーン。甘いね。甘いね。そこだ。まだやれる。負けるか。やや。面倒だな。さあ、パーティーの始まりだ。了解。しました。ありがとうございます。私の番ですね。来い。はい。やあ。俺の番だな。やっやっ。僕の番か。それ。私の番ですね。まあまあですね。グッジョブです。さすが赤い星座。高所からの狙撃がここまで厄介とはね。若の同僚だけあって悪くない立ち回りだ。だが狙撃兵に高所を取られている時点で戦術的な敗北は必至。おとなしく降伏して。何今のは。ひょっとして。ふん、間に合ったか。
狼だと？ファイトの部下さんたち。それにあれはミレイユさんたち。たかが獣ごとき。いいだろう、こちらから攻撃して。させるかよガレス。ほう、ランディ。よ、久しぶりだな。積もる話はあるだろうが、とりあえずは後回しだ。若、やりますな。まさか狙撃兵たる私の背後を取るとは。まあ、狼たちの加勢がなかったらヤバいところだったかな。それとロイドたちの方に気を取られたお前のミスだ。おっしゃる通り。しかし若、相変わらずそのハルバードですか。ブレードライフルなしでこの私に勝てるとお思いか。別に使ってねえわけじゃねえぞ。ギオームのおっさんに修理してもらったんでな。それにいくら強力でも機関部をやられたら使い勝手が落ちちまう。ここぞの時に使ってるだけさ。なるほど、確かに今の一撃でライフルの精度も狂ってしまった。さすがに形勢不利です。ああ、とっとと撤退しろ。それからおじきに伝えとけ。必ずぶっ倒してやる。承知しました。若、一皮むけられたようですが、作戦中断。ポイント D まで撤退する。ランディ、ランディさん。よう、お疲れさん。まさかお前たちがここに来てくれるとはな。ロイド、気をつけ。本当に無事でよかったぜ。ああ、ランディも脱出してたんですね。ああ、なんとか自力で脱出した後ミレイユたちと合流できて。今までこの辺りの一帯でレジスタンスをしてたんだが、さすがに今回ばかりは終わりかと思ったぜ。そっか、本当に無事でよかったよ。サイトの部下さんたちのおかげですね。ああ、このままじゃヤバいって時にいきなり加勢してくれたな。ひょっとしてお前が呼んでくれたのか。うん、念のためな。それと両兵とやらの動きには注意するよう言い含めていた。へえ、なるほど。なんでお前喋ってんだよ。まあ驚きますよね。てよく見たらわしもそんな格好してるし、それにリーシャちゃん、なんでロイドたちと一緒なんだ。やれやれ。ランディ、無事敵部隊の撤退を確認したわ。これでまたしばらく持ちこたえられるでしょう。そうか、ミレイユさん、お久しぶりです。ご無事で何よりでした。あなたたちも無事でいてくれてよかったわ。なんだか個性的な人たちと一緒みたいだけど。まあ事情がありまして。とりあえず一息入れて情報交換したいところだね。ええ、大賛成よ。グレイスさん、どうしてここに。いや、ちょっと問題起こしてクロスベル氏に居づらくなっちゃって、そこで従軍記者兼カメラマンとしてランディ君たちのところに押しかけたのよ。あまり歓迎したくはないんですけど。まあそういうこった。どうやらお互い今までのことを説明しておく必要がありそうだな。なるほど、
そりゃまたとんでもない話になってるみたいだな。それもあのキーボーが、突拍子がなさすぎて記事にも書けない感じだけど、ロイド君たちは何としても彼女を取り戻すつもりなのね。ええ、もちろんです。言うまでもないかと、ランディ、私たちの方は大丈夫よ。もともと支援課の仲間たちを助け出すという条件で力を貸してくれたんでしょ。いや、それはそうだったのか。ま、こちらとしては君に合流してもらえると助かるのは確かだけどね。もともと私たちの抵抗活動は国防軍に納得しきれなかった警備隊員としての意地よ。警備隊から離れたあなたは仲間たちの力になるべきだわ。今後はあの狼さんたちも力になってくれそうだしね。うん、お主らに協力するよう改めて伝えておいた。山岳地での戦いならば力になってくれるはずだ。悪い、助かる。ロイド、ティオスケ、俺も付き合わせてもらうぜ。支援課のメンバーとして、キーボーの保護者としてな。ああ、よかった心強いです。そうなると私もあなたたちに同行させてもらおうかな。え、いきなり何を。だって今後の動きの中心はあなたたちになりそうだし、ジャーナリストとしてはちょっと見過ごせないわね。いや、でも、僕は別に構わないけど、マスコミの人間を乗せたらアッパスがうるさいだろうね。私も記事にされたらちょっと困ります。ああ、心配しないで。記事にしたいのは山々だけど、今はそんな状況じゃないしね。今の私はクロスベル独立国がどうなるかだけが知りたいの。この欺瞞に満ちた新体制が果たして歴史に選ばれるのかをね。歴史に選ばれる。こう言っちゃなんだけど、大陸全土の混乱はかなりのものよ。その一因がディーター大統領にあることは否定できないけど、彼が退いたからといってこの危機が乗り越えられるかしら。それは正直難しいかもしれませんね。実際100年前にカルバードが民主化した時も、革命政府によって相当えげつないことが行われたそうよ。暗殺なんかは当たり前、さらにはクロスベル市襲撃に近いような陰謀劇もあったみたい。でもそれは現在ある程度正当化されてしまっている。ディーター大統領のしたことだって同じことが言えるんじゃないかしら100年前の暗殺劇。そうは言ってもこの状況が正しいとは私も思えない。だからね、確かめたいの。今後クロスベルがどんな道を選んでいくのか、そしてその選択が歴史にどう伝えられるのか。あなたたちについていったらそれが見られる気がするのよね。グレイスさん、なんつうかそこまで考えてたとはね。なんだか知りやすすぎて別人みたいですがまあ一番の理由は面白そうだからなんだけど、それに通信社の方にパイプは残してあるからね。ひょっとしたら市内の情報なんかも提供できるかもしれないわよ。わかりました。俺たちは依存ありません。ワジ、リーシャ、そちらは構わないか。私は記事にしないでいただけるのなら僕も構わないよ。まあアッパスを説得するのは一苦労かもしれないけど。サンクス、オンに着るわ。よし、みんなで気合を入れてヒューリッツァ賞を狙いましょう。いや、別にグレイスさんの手伝いをするわけじゃ。まあグレイスさんですから。飛行艇ね。まさか七王教会がこんな船を持ってたなんて。繰り返すが、くれぐれも他言無用に願うぞ。記事にでもしたら今後
教会の一切の庇護を受けられぬと覚悟してもらおう。まあ記事にしたところで与太話の類にしか思われないかもしれないけど、結社あたりと同じように。マジ？心配せずとも約束は守りますって。あのリーシャ・マオの正体が謎の魔人インっていうのもね。お願いします。なあルイド、本当に連れてきちまってもよかったのか。まあ一応約束は守る人だと思うし。クロスベル西部に新たな隙間を感知しました。正確な座標を特定。西クロスベル街道中間、警察学校や高知市方面への分岐地点の付近です。そうか、確か高知市を脱出するときガルシアのおっさんに助けてもらったんだったか。ああ、なんだかんだ言って力になってくれたよ。あれからどうだったのか気になっているんだけど。でも警察学校方面に行ってみるのは得策じゃないね。君が脱出したことで警備も強化されているだろうし。かといって他に行けるとしたら国防軍がいるベルガード門だけ。ちょっと困りましたね。まあのこのこ訪ねたら捕まるのは確実でしょうね。とにかく降りるだけ降りてみよう。どの程度国防軍が警戒しているか確かめたいし、厳重の徘徊具合も気になる。了解です。鉱山町の前にも砲陣が設置された。いつでも降りられるので必要なら声をかけるがいい。
敵発見！一気に決めるぞ！俺の番だな。行くぜ！行くよ。戦闘終了。全員無事だな。えいはっ、はっ、せいはっ、かかってきやがれ。ああ、おお。さてと、エニグマクローン任せてくれ。俺の番だな。えいっ、ガッ、サルセット、エニグマクローン、それ、制圧完了。次に行こうか。よし、よし、やっ、うっしゃ、はっ、さてと、エニグマ駆動、うん、はっ、アディオス、いい夢を。戦闘を開始。俺の番だな。任せてくれ。やっ、俺の番だな。はい、えい、はっ、制圧完了。次に行こうか。かけるぞ。エニグマクロ、俺の番だな。うお、任せろ。行きます。ドライブ開始。それそれ、セーター、オールグリーンです。敵発見！一気に決めるぞ！任せてくれ！やっと！
さてと、エニグマ駆動。俺の番だな。行きます。ドライブ開始。それ敵集団撃破しました。えいっ。開始します。行くよ。行くぜ。エニグマ駆動。ドライブ開始。ほら、うん、それよっしゃ、は行くぞ。迎撃完了。みんな先に進もう。